180から190ぐらい。はいはいはい。176。ここやな。ここだけヤードの伸びが一気にガクッと落ちてるな。これすごく大事なことで、はい、さっきもやっぱ俺と一緒、6番からやわ。ロングアイアンがどうなの？基本的にはやっぱりこう捕まりが強いというか、うん、あとは単純にちょっとミート率が悪い状況によっては、うん、いい球打てるんですけど、うんうん、すごいピッチング打ってる時のバランスめちゃめちゃいいな。ただ今ちょっと飛んだやん、はい、これ50度からちょいちょい鳴り出してるやつやねんけど、そのぐらいの時の打ち方にちょっと近くなってる。あー確かにそうですね、ちょっと捕まえに行こうとしすぎてフラット寄りに若干自分の中でちょっとしちゃってますね、うん、そのフラットになるときに軌道がフラットなのは正直どっちでもよくて、はいはい、バックスイングの瞬間に重心移動させてる自覚はある？あります。あるね。あります。それね、やめていこう。ラウンドの時何ヤードで何番ですって言ってるんで、うん、多分今の距離見たらそんな落として打ってんのっていう感じかもしれないですね、うん、見てる人たちは、うん、そうだと思う。ちょっと落としすぎてる自覚はあります、うん、俺もそうやで。ブループリントに変えてから、はい、ピンのアイアンってさ飛ばしやすいやん。飛ばそうとして、はい、飛ばす、はい、なんか知らんけど俺も前のまっすぐ打ってくる距離感のまんまで考えてしまってて、どうしても135、132とかでも9持っちゃう癖が、はい、ラウンド中にパッて構うときに絶対でかいやろな、無理にバーンやんなーみたいな。本当に先生のアイアン飛ばなすぎるんですよ。あれそうだね、 1.5 番手以上落ちてるから、はい、あれはちょっと飛ばんすぎたな。でもね、この辺からやっぱフラット軌道がかなり影響してきてるね。はい、ちょっとじゃあ縦立てた方がいい。うん、テイクバックでもシャフトを立てる感じで、縦軌道にするというよりはシャフトを立てるっていう意識の方がいいね。そうそう、ちょっと立てる感じで、下ろす時もちょっと立てて下ろす感じ。そう、2箇所立てる感じ。 OK。 そうすると、ね、体の動きが縦軌道にならへんよね、あんまり。この腕の軌道自体を縦にしようとすると、はい、体の動き自体が丸ごとが変わってしまうんだよね、はい、そうすると打点が大きく変わってしまうから、シャフトを立てるだけにしとくと手首だけで済むから大きく体が変わらへんね。打ち出しがもうむっちゃくちゃバラバラになってるんやったらあれやけど、はい、バラバラになってないんやったらそこまでもったいないね。もうちょっとアイアン変える、もう限界やろそろそろ。どうなんすかね、走りすぎやろシャフト。見てて限界やわ。全然使えるは使えるんですけど、ね、使えるは使えるし、コロコロ変えたいってやつなんですけど、ちょっと打ってみよう。 DXG8 番、うん、ABS C テーパー重い、若干重たいかなって感じですね。うん、OK。どう？高さ抑えられるやん。そうっすね。これの C テーパーっていう弾道や。タイミング、うんうんうん。ちょっと戻してみ。どう？感触は？悪くはないですね。ただ全体のバランス的には、重いね、こっちの方が軽い。振りやすい。なんかヘッドだけちょっと重たく感じるっすかね。PXG の方が。はいはいはい。ただこの全体の重量の軽さに慣れちゃってるってのあるかもしれないですね。そうやな。あー軽いな。あーちょっと待って、ゆるゆる出した。ちょっとこれ打って、これいいぞ。やばない？めちゃめちゃいいよ。あーやっぱいいな。結構飛ぶ、飛ぶ、めっちゃ飛ぶ。ちょっともう一回。ロフト立てないんだけどな、別に。立てすよね。うん、いいな。
もう一旦でもだいぶ抑えてるな、それ打つとき。今こういろんなクラブ打ってみて、うん、総重量的にもちょっと軽いなってたら、軽いんだな、どうだったな、はい、ちょっとアイアンは検討していこう。シャフトやな、どっちかやと。そうね、うん、今のフル？あ、今のフル、フルですか。大体160ぐらいだじゃん、8番。そうですね、160ちょっと目安に、基本は160って。はい、OK、その指導やったら大丈夫。うん、絡まへんな、ナイスショットの時に。ちょっと、バイアン考えようか。だってでもマッスルちゃうよな。アッタスアイアンの 115X にピンの S56 です。懐かしい、お前ほんまにこれずっと使ってんねんな。はい、何年そいつはゴルフさせられてるか分かんないぐらい使ってますよ。あ、軽っ。薄めに当たったのもよく分かるわ。はい、確かに。あーね、うわ軽いわ、マジか。全然曲がれへんけど、めっちゃ軽いわ。全体の大体把握しようと思ってたけど、お前ようそれで回ってんな。逆に多分ラウンド量が少ないから、うん、ちょいブレでも、うん、そんなもんだろぐらいで済んでたかもしれないです。いや、ちょっとそうやな。薄いのが出だすな。いやでもこういうのに気づくから大事なんですよ、練習って。7番ぐらいからやっぱり重心移動全くしないとしんどくなってきた。ギリいけるかなっていう、ギリいけるかなっていう、はい。普段逆に動きすぎてコースだと重心移動しきれなくてダフったりちょっと引っかかったりとかで曲がってそうだなみたいな感じですね、今打ってる感じ。先生がこの打ち方でやったらもうちょいスコアまとまるよねっていう球筋の印象ですね。もうちょいなんかストレート系になんか狙ってってもいいかなっていう。ちょっと来るよね。はい、すごい、すごい。薄い、薄い、やっぱ薄いわ。もうアイアン変えよう。うん。でも薄くても183、シンクって185とか7ぐらいまで多分行くんやろうけど、確率低いよな。OK。ピヨン。これコースじゃ無理やな。まあまあ、打たないですね。あ、でも結構変わらない。183やな。6番、はい。ちなみに日々この表を見ながら自分のイヤーが合わせていって、はい、毎回そのズレを知ってほしいねんな。なるほど。俺のレッスン空いてる時間あるやん、ここの。ちょっと先生ここ借りていいですかって。はい、でもう各番で何球かずつだけでもいいかとか確認で、うん、180から190ぐらい。はいはいはい。176、ここやな。ここだけヤードの伸びが一気にガクッと落ちてるな。どのアイアンから打ち方を変えていかないと距離の伸びが悪くなるっていうのを把握してほしいんですね。これすごく大事なことで、はい、竹もやっぱ俺と一緒。6番からやわ。フルってわけじゃないねんけど、はい、ちょっと重心移動をバックスイングの時に右に移動してから、このちょっと加える。うん、 OK。 いや、もうちょっと加えていいよ。ちょっと飛んだかもしれない。
うん、分かる。振っちゃったもんな。はい、オッケー。ちょっとフルやって。はい。うん、バグっとる。197。一緒。オッケー。自分のいつも通りのドライバーで、このままこれでまっすぐ打つ練習してください。このままだと高さ足りないと思うんで、今度アッパーで構えてもらって、このままでアッパーで、これ点検のクラブやとちゃんと点検の勢いを 100% 発揮できます。悪くなさそう。ん？そんなとこのまわかんないです。マジで96。あ、でもそんなもんか。そんなぐらいですかね。フルして、うん、はい、はい、OK。 もう球数少なく終わらせたいから集中したら OK。 200。あ、俺そいつだ。205。やばい、なんか多分ラウンドの時にこの練習した後だったらちゃんとアイアン使ってますね。そうやな、あのティーショットで。うん、絶対使うと思う。はい、うん、頑張れ頑張れ。もうちょいや、頑張れ。下手だな。もうちょいちょっと重心でございます。うん、それぐらいはやっていいねん。で、4番アイアンだけスイング変えるっていうのは俺はあんま好きじゃないねんけど、はい、4番アイアンもうちょっとね、下から煽っていいね、少しだけ。これでキャリー208やから、まあこんなもんやとは思うねんけど。なるほど。もうちょっといく感じするんだよね。確かに。そうそう、その感じ、その感じ。このすっぽ抜ける感じで構えへん。はい、はい、うん。なるほど、なるほど。あんねん。そう。煽るときに、はい、こう構えてるものを、はい、こうやん、はい、これをな、こう煽ってほしいんだけど、これを、はい、こうやったら OK ってんだ。うん、やってますね。そう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 、簡単に言うと右手、肘、腕だけでこうやって煽るよ、はい、フォローの煽りはそんなにいらなくて、ダウンの煽らせるこの形が欲しいので。そう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 、それを重心移動しながらやるんで。だから4番アイアンをアイアンスイングしすぎてんねんな。はい、もうちょっとね、ユーティリティ打つときみたいなイメージ。はい、これぐらいやったら、うん、OK。 じゃあフルいこう。210やな、4番は。うん、いいね、いいね。いいね、いいね、ちょっと当たり薄いけど、はい、うん、210いくつ、たぶん21と思うけどな、ただ終われんねんけどな。じゃあ終わりましょうか。本当だな、もうよし。で、ラストでしょ。はい、うん、これを結果にしよう。はい、うん、気をつけて、ちょっと待って。薄かったけど、一応たけちゃんのキャリーこんな感じですね。見えますかね、こんな感じです。これさ、スマホに写真で入れといて、はい、メモに入れといても構わへんから、はい、把握しながらやっていくと相当これだけで全然変わるやん。はい、なんかミンゴルしてる感じで。そう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 、これドライバーまでやってほしいねんな。はい、一旦じゃあ、うん、アイアン編で。オッケー、お疲れ。はい、お疲れ様です。うん、
スイングは上から打った時はすごい変な癖がついてて、左腕左肩がトップまでなんかすごいおとなしくて、こうやって上げて、はい、こうやって肩上がって打ってて、はい、で下から打ってったら7勝ってんやん、はい、だからお前振ってないねん。スーパー置きに行くスイングに、はい、ワイラはちょっと抵抗するでちょっとだけ、はい、だからすごい中途半端な感じ、うん、大きな投げたら投げたらいいのに急に頑張るみたいな感じ、はい、させありますね、うん、だからそれのせいでシャフトが自分が思ってる動きと違うヘッドの走り方をして変に捕まっちゃって、はい、おかしな方向に行っちゃったりっていうのを繰り返してたから、自分の距離を把握するってだけで、うん、スイングのレッスンしなくても、はい、スイングが出来上がってるから、はい、勝手に治る、まあ、皆さんもねご自身の、番手の、距離を把握するととても大事なので、一回こういう練習してみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした、はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。 SNS 概要欄の方からチェックお願いします。お願いします。はい、バイバイ。